ナマコは不思議な生き物だ。目や鼻だけでなく脳も持っていないそれなのに外敵から身を守る術に長けて餌場である砂の上からさほど動かずに生息しているというただ暑さは苦手で冬眠ならぬ仮眠をとるその生態に詳しい 生物学者の本川達夫さんによるとナマコは夏海の少し深いところに移動して岩の下やくぼみに入ってしまう接触せずに身を固めて動かなくなる水温が高く生存に適さない時期はゆっくり寝てやり過ごす仮眠は昆虫や魚類にも見られる行動らしい 今はそんな生き物を羨む寝不足の方もいるのでは五輪のテレビ観戦に夢中になり床に着くのは未明そこに連日の熱帯夜でどうも眠りが浅いしかし夏こそ注意が必要だ睡眠が足りないと体温調整機能の低下を招き 警戒すべき熱中症のリスクを高めてしまう世の中を賢く暮らすナマコかな正岡式廃人も感心した生物の知恵に習い冷房や寝具の使用などに工夫を凝らし快眠を心がけたい五輪の応援もほどほどに暦の上では今日立秋を迎えたが 厳しい暑さが続きそう。ナマコの目覚めはいつになるのだろうか。